大声で上げ巧妙顔には声明までしかしそしてどうして俺だけが視察隊の編成から武市半平太の命令だ。 お前は拙者の命ずるままに動く。二度とこのようなことがあっては容赦なく国へ追い返す。以後は慎め。お手当金の方ということ。何お手当金。 よくも貴様抜け抜けと。なんちゅうことか。明智やつや。あ、誰だ。おいで。あ、お母ちゃん。今日はエロ早すな。水くれ。 なんだ、あまり浮かぬ顔つきだが、どうした。ところで今日はちょっとお前に頼みたいことがあってな。 姉の浩二様のところが。いや、姉の浩二なら先日の主の肝煎りで出入りは自由。均等に会うなら俺一人がいい。お前のために俺はとんでもない迷惑だぞ。何だと。石部塾ではお前と田中新兵衛が偉く働き、土佐と薩摩の名前を矢が上にもとどろかした。そこで収まるのが長州。 石部塾より派手な店長と仕切りに俺を狙ってやがる。そんなこと俺に何の関係がある。ああ、俺はいい。誰に狙われようとな。しかし殺してはならぬ人物が一人いる。特に今夜が危ない。ところが俺はその人物を京都に残してこれから兵庫へ行かねばならん。ある場所からあるところへその人物の護衛をしてもらいたい。 相手はどこの誰だよ。勝海舟。冗談もほどほどしろ。幕臣勝海舟の声なんかできるか。バカ野郎、そうでなくたって武士先生が。武士がどうした。まあいい、まだお前に関係ない。おい、下げろ。 連絡しといてよ。
Izo, お前どうしてそう竹地の顔色ばかり気にする。竹地ハンペーター、竹地ハンペーター、岡田伊蔵は岡田伊蔵のはずだ。この勝海舟を護衛することは必ずや竹地ハンペーターのためになる。竹地先生のためになる？そうだ。ためになる。ご苦労をかけてアイスマン。坂本は今夜が危ないとか。しかしどうやら化け物も狼も出てこぬ様子。もうこれにて。長州の草刈り厳重な申し入れじゃ。